ひなチャンネル。今回は以前募集したマリエの声発表会です。当初締め切りを11月30日にしておりましたが、これ以上投票が増えそうにないので締め切らせていただきました。総投票数はなんと11票もいただきました。こんな弱小チャンネルのキャラごときにご投票いただき本当にありがとうございます。早速ですが結果発表をさせていただきます。投票数4票で第1位、ナミネ率に決まりました。投票いただきました内容の発表ですが、2位が簿記2票、他各1票ずつと無投票1名の合計11票になります。あのさ、ぼちぼち話していい？こら、勝手に話すなよ、もったいぶってるのに。いやいや、私の声を気にしてくれてる人は投票してくれた11名ぐらいでしょう。もったいぶるまでもないわよ。せめて効果音ぐらいつけさせてよ。事前に準備してたのにさ。OKOK、任せるわ。気を取り直して、それでは皆様のご投票で決まりましたマリエの登場です。登場って日本語おかしいだろ。すでに登場してたじゃないの。やっぱりあんた一人でトークは無理ね。もうええやん、他に単語思い出せなかったんよ。ご投票いただいた11名の方、心よりお礼申し上げます。本当にありがとうございました。12月は投票による2022年アニメオブザイヤーも予定してますので、ぜひご参加いただけると幸いです。また10票とかだったら企画倒れじゃないの。お蔵入りになりそうね。一応そうならないように考えてるので、後日改めて発表させていただきます。それでは今回ご投票いただいた皆様、ありがとうございました。少しでも良かったと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくね。